ゃんのアプローチ編です。なんか止めたいとことかあったら言って。はい、ナイス。あっちゃん、まだ始めたばっかだよね。あっちゃんのじゃ、ね、始めたばっかじゃないか、1年前、うん、ちょうど80代出たか出ないかぐらいの時かな、うん、あ、なになになに、このね、アプローチの時のね、うん、無駄な右足のクリンがね、あ、これこれがね、これ無駄なの、打った後に、うん、しなくていいのに回すんだよね、私ね。もうちょっとヒールアップ遅くしたいみたいな。そう、ほら、別にやんなくていいかなみたいな。うーん、なんか回転してていい感じ。この時ずいぶん止めたね。そうだね、フォローを投げた。まるまるシリーズ、うん、これちょっとね、すっごいカット打ちみたいになってる今の、うん、なんかガスって。ちゅんちゃんよくこの左肘の抜け具合の話するよね。そう、カット打ちってことはこう外から入ってきちゃうってこと。外から入って肘がすごい抜ける、ここで。あ、これ、そう、それをね、うん、直したい。直したい、うん、これは直したいポイント。直したい、直したいポイント。じゃ続きいきます。はい、イエイ。そうだね。いつもふざけてる。うまい。これよくない？これすごい。この時のスイングさ、うん、全然急に変わったよね、うん、素晴らしい。ちょっと今から見る。この時のスイングすっごいよくない？110ヤード。そう、持ってるクラブは9番アイアンかな。うん、いや、この時のスイングはスタートする、すごい、うん、そう、浮いてないんだよね、体がこう打つ瞬間も。無駄なグリーンもさ、さっきよりちょっとこう、うん、一体感あるよね、うんうん、この時ね、結構80代出てた時、ポン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 、そう、暑そうだね。暑かった、この日。セミっていうか、なんかもうミーン、うん、この時はそのインサイドアウトを直してアウトに、ん、インサイドアウトじゃなくて、真面目に話してる。やってることがめっちゃウケる。ちょっと待って、一回止めよう、一回止めよう。はい、はい、真面目に話してる。いや、ちょっと今集中してたからね、動画見ない、うんうん、アウトに入っちゃうのを修正して、インから触れる練習をしてた時の、今の。今の、そう、この時。え、このインからっていうのは、どちらかというと、じゅんちゃんこっちに上げるじゃん、うん、を手、なんつう、まあ、引くね、テイクバックをアウトサイドに引いて、うん、行く練習してたの。そう、外にこう、もう右側にクラブを振ってく、ね、こっちだもんね。そう、私はこうやって左にやって、ね、こう、肘がこうね、こう、アウトサイドじゃなくて、外側、内側だもんね。そう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 、それを、外側、外側、うん、なんだろう、内側、内側、外側、まあ、こん、内側、内側かな、だけど、うん、体の前から右側にこう振っていくイメージ。なるほど、ちょっとそれ見てみようか、うん、でも多分心ちゃんはそれで、できてるんだよね。私はすごい引きすぎてるから、逆に、はい、引いて、三角があるじゃん、この三角が、うん、なくなっちゃうんだよね、私。なんか途中で二等辺三角形みたいになっちゃう。ここが短くなって、はいはいはい、で普通さ、三角こうじゃん、うん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 、こうでしょ。そうだね、私はね、こうなっちゃうのよ。畳んじゃうのね。そう、畳んじゃうの、ここ、ね、畳まなくていいのよ、うん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 、で、うん、こっちだからもうね、うん、何が出るか分かんない。タイミング次第、うん、本当に今なんかバンドでさ練習してる。でもやっぱ外に触れる方が飛距離は出るかな。あ、うん、まあ、女の子は大体多分こうやってなっちゃう、引いちゃってると思う、引いちゃってる子多いと思う、多分動画とかいろいろ見てて。そう、でもバンカーとかさ引ける方がうまいんだよ。あ、そうだね、バンカーとかアプローチとかね、うん、そう、引いた方が、そう、引けないもん、私ずっとまっすぐだもん、うん、とかラフとかいつ曲げていいか分かんない。ラフとかも抜ける、あ、カット打ちっていうか、なるほど、ね、インから打っちゃうとガガガって、だから突っかからないでしょ、うん、基本的に突っかからない。そうそうそう、あれすっごい突っかかる、多分ラフとか突っかかってるんですね。だからウッドは得意なのよ、うん、あー、なるほどね、突っかかんないから、下があるから、うん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 、バンって、うん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 、そうなんですね。そう、もうちょっと次いきますよ、集中しちゃった、集中しちゃった、はい、
あ、これはすごいね。外にさっきのね、外に右側に触れてってる感じね。あ、ほんとだね。そう、肘がちょっとこうじゃなくて、ね、これぐらいにはなってるかなっていう。100ヤードピッチングですね。お、ナイター。ナイター、これ登ってたんですよ。だから全然距離がない。弱い。2ラウンドしてたこれ、うん、1日2ラウンド疲れてた。これはね、これすごいターフ取れたよ。ほら、なんか合わせすぎちゃって、珍しい。すごい短くて手前のバンカーに入っちゃった。これは結構上手に打てたんだ。なんかさ、このさ、ちょタイムタイム、はい、ここで止まんないのよ私。あのね、後ろちっちゃく前が出ちゃうの。はいはいはい、そうだね。ヘッドがね、走っちゃうの、うん、うんうんうん、スッてね。そう、うんうんうん、あれがね、あ、もうね、超羨ましい。これ何回も見たもん。でももう止める、止めたいのよ、うん。あ、ね、止めたいの、止めたいんだけど、うん、止まんないんだよね。でもそれはここが崩れてるから、うん、だからここがしっかりしてるとさ、うんうんうん、絶対こう止まるじゃん。うんうんうん、さ、ここがさ、しっかりしてなかったらさ、走るくない？うん、走るね。ここじゃスパーンって感じだもんね。そうだよね。わかる。ここで止めるじゃん。うん、スパーンって行っちゃうんだよね、ここから。こうね。そう。行ってるよね。そうなん。だからすっごいこれいいなって思った。もうね、振り幅決めてるの、大体。うん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 、でもこっからここみたいな。本当は振りたくなっちゃうんだけど、すごい我慢してる。我慢してる。でもさ、抜けるじゃん。あ、そうだね。そうなの。スッてね。で、今絶対抜けてるもん、肘。ちょっと見てみよう。うん、肘の抜き感。止めたい止めたい、肘。あ、でももうほんとちょっとしか打ってない。ちょっとだね。ちょっとだからあんま見えない。あんま見えないね。これすごくない？これね、すごい狙ったところに。で、ちょっと下りだったから、ほんとギリギリを狙って打った。いいね。で、ちゃんと上がったしね、良かったの。うん、そう、58度。これがね、打ててくるとスコアもまとまって、ね、パターもね、楽ちん。こんだけ寄ればさ、うん、この時もね、肘、うん、まあまあかなって感じかな。手前バンカーだね。面白いギャグ考えるね。これはね、じゅんちゃんこれよくやるよね、この。そう、ちょっと、そう、登ってる時がね、苦手なのかな、ちょっと。あ、そうなんだ。そう、距離が、仕上がり、そう、距離が合わないのかな。でもさ、でもさ、思ったんだけど、登ってるじゃん、うん、とさ、ソールってさ、うん、じゅんちゃんこう入るじゃん、うんうんうん、そうするとさ、絶対こう引っかかるよね、うん、だからじゃない、もうちょっとこう計算に、だって下りはさ、うん、こうやって打ったらさ、うんうんうん、引っかかんないじゃん、うん、でも登りってさ、こう打ったらさ、こう登ってるものだったらさ、うん、こう入ったらさ、うん、引っかかるじゃん、ここが。私はこっちから入るから上りは平気なの。なるほどね。そう、あ、上りいつもなんかこんな感じになっちゃう。なんか逆だね。逆、うん、うん、逆だね。逆だね。あ、それだよ、絶対。じゃあもうちょっとこう外に振ってくイメージで、うんうんうん、上りアプローチしたらいいのかな、うん、ちょっとやってみよう、うん、ちょっとこれ研究あるね、うん、研究あるね。そうだね、上りの時はこっちに引くみたいなのもありなのかもしれないね、うん、私だってこっちに引くじゃん、すごい。そうだね、上りは気になるんだよ。あー、上り気になるんだよね。なんか距離が合うイメージが全然出ないの。なんか結構やってるもんね。やってる。さあ次行きましょう。はい、いきます。このさ、境目やだね。やだったね。いいね。見るの早いね、ちょっとね。スピンかかったんじゃない、うん、もうちょっと寄せたい。まあまあ寄らなかったんだよね。これはね、すごい寒かったの。寒そう、うん、風もあるし、風がついてて、やっぱヘッドアップして、はいはい、でもうまかったよ、下見てたよ、ずっと。だけども、下ろすのが早い。ヒュンヒュンみたいな。でもね、寒すぎて乗ればいいやみたいな感じだったから、あんな感じ。ヤードで、ウェッジ56度で、ちょっとオーバーめなんですけど、隣のバンカーが右なんですね。これね、そうそう、この右のね。そう、入れたらちょっと罰ゲームみたいなのがあってね。バンカーに？そう、もうこれ入れたくなかったの。入れたらもう、と思って56度で打ったの。なんだけど。あ、やばいやばい。
下入っちゃった。下入っちゃった。でも早かったよね。そう。やっぱ気持ちがさ、そう出ちゃうよね。こういうシチュエーションの時はね。入ったらもう終わりでした。そう、もうそれぐらい入れたくなかったの。人生終わってた。人生終わってた。まあいいんじゃない？そう。これ高さも出たし、うん、ふわっと転がしどっちが得意なの？ちゃん、あ、転がりの方が得意なんだけど、打った時にふわってなっちゃうと止まっちゃったりとかする。距離感かな。そう。これね。いやこれはねやばいよ。カメラマンさんよく逃げなかったなって思ったよ。そうだよね。ちょっとこうぶれちゃったんだけどね。ナイスだけど。これねちょっと面白いよね。これ面白い、うん、止まっちゃったのこの日。結構ボール止まっちゃったからちょっと強めに打ったこれさ当たってなかったらどこ行ってたのって感じだよ。だよね、うん、でもまっすぐ当たったんだよね。ガンってねいうね、うん、純ちゃんのアプローチ編でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですかね。いやすごい上手いと思うよ。本当に私いろんな女の子とやってるけど、うん、アプローチすごい得意だと思う、うん、うんうん、そうだね。好きでしょ。好きでしょ、うん、楽しいアプローチの時、うん、もう来た来たみたいななる。でも、ね、結構いつも入れようとはしてないかもアプローチ、うん、あーもうなんとなく寄せるぐらいな感じで打ってる。いやでもなんかねやっぱしっかりしてる、うんうん、ここがここがね、うん、なかなかさ、うん、手首固定するのとか難しくてさ、うんうんうん、そうだね。こうなんだろうねやっぱねアプローチうまい子の絶対、うん、あれはもうやっぱここがしっかりして、うんうんうん、体幹体幹とかこうクラブが走んない。そうだ、ね、一体感がある、うん、でもすごい他の動きってさ、うんまあ、一体感あるんだけど、うん、もっと腰早く回したりとかするからさ、うん、ここの小さい動きはすごいね。まあね、結構練習したアプローチは本当に、うん、あとこう打つ練習っていうの、なんて言うんだろう、クラブをドンって落とす練習とかもすごいしたから。でもさ落とす練習さ、うん、あの芝でやんないとダメだよね、うん、あのさ、うん、練習場でやってもさ滑っちゃうから、ね、滑っちゃうからさ、うん、そうだよね、そうちゃんと結構クリーンに当てる練習は本当にしたかも。練習しましょう。やっぱアプローチって怖いから上がっちゃうんだよね手がね。上がっちゃう。そう。それをいつも上げない上げないみたいな唱えて、うん、トンってトンって、ね、トンって打ってる。トンって、ね。そう。はいはい。な感じです。はいはい。じゃあ次はバンカー編に行きましょう。はい。